よし、ここで選手交代。カズ今から食とりあえず攻めよう、はい、で攻めてで空いたらまあ遊びにしよう。ちょっと一回食埋めないやばい、はい、ちょっと聞いてみます。電話できるんだったら今状況。そうですね。お疲れ様です。もしもし、今どこ埋まってますか？どのジャンル、どんな状況でしょうか？そちらはいかがなんですか？僕らはもう本当もう2周目かなみたいな、バチバチに決め込んでますけれども、どうですか江西さん？私はもう10周目です。わあすごい。嘘。何が埋まってるかだけ教えてください。私なんか社内トークがなんか微妙な感じなんですけど、それでドカンっていけるかどうかっていうところと。全部は一通り回ったんですか？いや、まだ今ちょうどケーキ屋さんに来てて、ケーキ屋さんを喫茶店とするか食とするかで。なるほどなるほど、分かりました。お互いツタボロということで絶対語るからな。いやマジで、いやもうそういうとこじゃない、本当に番組は面白くないじゃあお願いします。じゃあ行こう、はいじゃあね。はい、いってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。バイバイ。食器、遊び聞いて無理だったら食にしよう。そうだね。っていう作戦の方がいいかも。すいません。さっきの。2回目。あ。さっきの方が。ありがとうございました。さっきは。すいません。ありがとう。ごめんなさい。またよろしくお願いします。マジでなさそう。調べます、マップで。カレー屋さんですか？そう、カレー屋さんっていうのは聞いてるので。ケーキ屋、ここのケーキ屋さんよりディープなところを思い当たります。カレー屋さんこのまま真っ直ぐ行ったらすぐ。カレー屋さんこのまま真っ直ぐ行ったらすぐ。お名前聞いていいですか？カレー屋さんの。名前忘れた。忘れちゃった。あらららら。なぜこのすぐ近くです。確かに通ったらっていう感じですね。もうすぐその桜井公園のすぐ先ですから。これじゃないですか？あ、グナグナカリー書いてありますね。あ、本当だ。書いてある黄色い看板。時間がどうだろう。そうですね。5時半ですからね。そう。あ、結構人いらっしゃいますね。いらっしゃいますね。ちょっと。さあ、ということでですね、先ほど。こちらのロアジスさん、道の向こう側のロアジスさんを紹介していただいたタクシードライバーの方に、この先にカレー屋さんがあるよということで教えていただいたところに今歩いてきました。こちらです、ぐなぐなカリーさんということで、はい、早速ちょっとカレーをね、いただこうかと思います。パフェ直後だけど食べれるぞ。はい、大丈夫です。あ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。相掛けの中でおすすめをいただきたいんですけど、はい、あとパクチーがちょっと苦手で申し訳ないです。すごい綺麗ですね。もうなんかこういうおしゃれなお店ばっかりなのかな今だと。バッファローいる。あ、本当だ。バッファローいる。バッファロー取るんですか？バッファロー取る。あれなんだろう、すごい。なんだろうあれは。すごいですね。目に入るものを全部写真撮っちゃうんですね。いやでもちょっと。はい、ありがとうございます。シーマとタイの C の2種になってます。はい、ありがとうございます。ご飯の上今日エビココナッツのふりかけが飲めます。あ、ココナッツのふりかけ、ありがとうございます。おすすめ。いただきます。じゃあ、キーマカレーの方をいただきたいと思います。じゃじゃーん。いただきます。美味しい。なんだろうな。嬉しい。パクチーが苦手ですってさっき店員さんにも言ったんですけど、構造系はダメなんですよ。と思ってたんですけど、すごいなんか爽やかです。これはこのキーマカレーは爽やかで美味しい。お肉の味がギュッとしててめっちゃ美味しいです。あともう一個ですね。じゃじゃーん。それは何ですか？これは天然鯛のレモンココナッツカリーです。でこれが鯛ですね。黄色いですね、レモンココナッツ。なんだろう、なんでこんな鯛の味がするんだろう。普通の焼き魚とかと違うんですよ。なんかすごい天然鯛です。天然鯛だからですかね。鯛だしみたいな味します。鯛から口の中が今こうやってなってれば何ですかね、口の中がわーってなってる感じです。うん、めっちゃ美味しかった。ごちそうさまです。完食しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。オープンされてからどのくらいなんですか？もう8年目ですね。8年。もう最初ちょっとね、お店入るの気が引けるぐらいちょっと混んでらっしゃったので、もう大丈夫なのかなと思って。2人でやってるのにちょっと。ああ。あ、そうですよね。そうですよね。可愛いマスクですね。すみません、こんなこと違うんです。もっと内容の話じゃなくて、美味しかったです。すごく。おすすめしていただいたポークキーマと天然鯛のココナッツレモンカリーをいただきました。はい、やっぱりその一番人気は。あいがけのそうですね、あいがけ、まあ、カレーを好きな人だと、はい、3種盛りで頼まれるから、またちょっと内容が変わって、なるほどなるほど。で、まあ、内容、汁でカレーが変わります、ね。あ、そうなんですね。キーマだけはいつもあるんですけど、今、まあ、結構鯛が上がってきてて、まあ、市場で買いに行くんですけど、今週はまあ鯛です。なるほどなるほど。先週はホタルイカのカレーしてたんですけど。ホタルイカ。すごい。食べたことないですよね。そうですね。はい。じゃあもう来るたびに違う味が楽しめるっていうことですよね。そうですね。はい、撮ります。3、2、1。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チェックチェック。めっちゃ下手なんですけど。こんなことあります？めっちゃ下手なんですけど。もう一回いいですか？やばー。やばい。すみません。はい。もう一回いきます。はい。どうでしょう。チェックお願いします。さすがに良かった。チェックしといて良かったですね。本当に。あ。大丈夫。やばー。やばい。はい。すみません。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらに地図があるんですけど、はい、このオレンジの範囲内ではい、なんか遊べる場所とかありますかね。この中でそうなんですよ。ハードル高っ。まあもしくはなんかちょっとインパクトあるっていうか、まあ、ちょっとなんか食べ物の。僕あんまり長いこと考えてると非常に絵的にしらけますよね。大丈夫です、それはもうまあでしたらこの堀川あるんですけど、まあ、桜橋とかあるんですけど、ここって中心部から中に入ってるんですけど、しけ道って通りがあって、そこに古風な飲食店とか隠れ家的な店がいっぱいあるんですよ。それめちゃくちゃいいです。それがよく夕方ですね、ビジネスマンの方 OL の方をそしてご案内すること多いもんですから、しけ道通られるので一番いいんじゃないかと思いますね。かなり品のあるというかクオリティの高いお店。おお、ちょっとじゃあ楽しみだ。連れてっていただいてもいいですか？お願いしていいですか？かしこまりました。古風な街並みがもうそういう古風な昔の街並みでございまして、なんか空襲で焼け残ったっていうふうに僕ら聞いてますけど。そうなんだ。ドライバー歴は何年ですか？まだもう4年でございますね。もう4年。なんかあります？この4年間でなんか起こったエピソードみたいな。そうですね、なかなか夜の時間が多いんですけど、面白い話っていうのはですね、非常に人間模様といいますか、修羅場も当然見てきましたし。おお、修羅場、男女の修羅場ですね。もうまあいわゆるその例えば我々に乗るじゃないですか、はい、で次の角で降りるんですけど、はい、要はその、まあ、ダブルブッキングですよね。あらお得からタクシー代をもらい家に帰るといい、次の路地で曲がった瞬間のところで次の男に会うみたいな、それを目撃されてたみたいな。で降りた後に多いみたいな、なんで何やって出てきたんですね。それすごいな、すごいなそれ。とかですね。北陸自の通りに入ってまいりました。お時間なんでちょっとよくわかんないと思うんですけど。うわでもすっごいおしゃれ。こういった街並みのですね、中にですね、飲食店とかなんかお店決めていただいて、寺子屋。すっごい。すごいすごい。こんな感じで、まあいくつかあるんですけど。このですね、イタリアン的なところもよくご案内させていただきました。ここいいですか？おついています。贅沢。まずいですね。やばい、もっと時間あると思ったのに。手当たり次第しかない。そうですね。された感じはありますね。いいですか？ありがとうございます。ちょっともう一回聞いてもらっていいですか、詳細を。